こんにちは。センターシリラーのビデオメイキングアーカイブ IL2C の、第31回、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、前回、最初の、IL ですね、ロードロック A について実装しましたね。なんで次行きたいと思います。イニットオブジェですね。次はで、イニットオブジェは、前々回動作を確認したときにですね、イニットオブジェ、これかな。これで内容をちょっと見たんですけれども、まず、2バイトオープコードですよと。で、まあ、これデコードはうまくいくはずですね。それから、タイプトークンを指定することになってますね。で、あと、初期化する値型のアドレスがスタックにプッシュされます。これは私たちがやることと。で、実際このコードはアドレスがスタックからポップされ、指定されたアドレスにある値型がタイプトークン型として初期化されますということですね。まあ、このあたりをその C でどうやって実装するかみたいな、ところがポイントになると思います。で、イニットオブジェに対応する IL コンバーターを実装するんですが、場所的にですね、どうするかな。今まあなんかあんまり適当なとこはないので、とりあえずこの IL コンバーターズのところに置いておきますね。ここはNOP コンバーターとかですね、リットコンバーターが置いてありますね。まあここに置いといて、まあ、もうちょっと適切なところをリファクタリングで適切なそのソースコードに移すのが、まあ、見えてきたら、まあ、移すみたいな感じでやっていきたいと思います。まあ、なので、この NOP コンバーターをちょっとまるっと、コピーして作ります。イニットオブジェコンバーターですね。で、オペランドを取りますね、これ。オペランドは、まあ、この IL スパイで見ると、型名ですね、これ。アクセスバリュータイプフィールドテストタイプという型名が来てるんですけど、これ要するにタイプクラスに対応するそのメタデータトークンがここに指定されてるってことですね。で、もうちょっと具体的にこっちの方を見ると、この T の部分ですね。ここはタイプトークンっていうものが指定されることになっています。で、タイプトークンは、これもね、多分ね、int32 の値だとは思うんですが、例によって、何なのかいまいちよくわからないので、オペランドタイプをまた眺めてみますか。これですね。で、以前見たメソッドのトークンですね。これはインラインメソッドでしたね。これはオペランド is32bit メタデータトークンと。で、あと、なんかありそうですよね。インラインタイプとかね。フィールドはやりましたね。インラインフィールド。これもメタデータトークンでしたね。で、同じ 32bit です。で、インラインタイプっていうのがあるんで、多分これだとは思うんですけど、これも同じですね。32bit のメタデータトークンが入っていると。まあ、おそらくこれだと思うので、例によって、規定クラスを作っておいてですね、まあ、念のためアサートでインラインタイプかどうか確認しておいて、で、そいつを継承する形で実装していくことにしましょう。なので、オペランドタイプ、これですね。ここまた作ります。どれかな、インラインフィールドが、インラインメソッドとインラインフィールドやったんで、ここに、インラインタイプっていうのを作りますか。インラインタイプ。こうですね。で、同じく 32bit なので、オペランド 32bit の値と。で、このアサートの部分をインラインタイプに直しておきます。まあ、もし間違ってればね、ここで引っかかるんでわかると思います。インラインタイプコンバーターがこれでできたので、こいつを継承する形で、
イニットオブジェコンバーターを作ります。こうですね。アプライは引数にそれを受け取らないといけないので、タイプトークンみたいな感じでトークンを受け取るという感じにしましょうかね。はい。で次にメソッドとかフィールドとかはそのトークンから実際のそのメソッドインフォとかフィールドインフォとか取得してたと思うんですよ。でまあそれと同じような感じでまずは情報を取得するっていうところをやりましょうか。そのためにはこれですね、メソッドのところ今これコールコンバーターを見てるんですけど、これもメソッドトークンが指定されてくるので、このコンテキストの中にあるモジュールのリゾルブメソッドというのを呼び出して、でメソッドインフォを取得しているという流れでしたね。でこれ確かトークンが得られなかった場合アーギュメントエクセプションが発生する可能性があって、でまあこんな感じの流れでその情報を、キャッチして例外を投げ直すみたいなことをしてますね。まあこの辺の流れもまあ多分一緒なので、ここら辺ですね、ここまでですけど、これと同じような感じで実装します。ここを、こういう感じで、トライで囲みます。これはもうちょっといらないので一旦切って、タイプが得られるはずですね。リゾルブタイプありますね。リゾルブタイプでここにタイプトークンを指定すると、そうすると該当するタイプクラスのインスタンスが得られるはずですね。もしこれが誤った数字、数値トークンの値が来てると、ここにアーギュメントエクセプションが来るはずなので、ここで例外を投げ直すと。この辺の流れはまあさっきのコールと一緒ですね。なのでもうこれもそのまま持ってくることにします。ここですね、これを、ここにコピーすると。で、トークンの値を、ここに指定してインバリッドタイプトークンという感じですかね。はい。で、IL バイトインデックスが指定されると。まあ、こんな感じですかね。骨格としては。で、これでオペランドに指定されたタイプの具体的なタイプクラスのインスタンスが得られたわけですよね。じゃあ、あとは、イニットオブジェ本来の動きを再現するということをここでやればいいわけですよね。C のソースコードとして出力すると。で、ちょっと待ってください。マスターモニターがついていなくのを忘れていたのでつけます。で、イニットオブジェ。オブジェは、型名を指定します。まあ例えばホゲみたいな感じで指定すると。で、そうするとこれは。なんだ、指定されたアドレスにある、これは今回はローカル変数ですね。ローカル変数のとある場所に、ローカルズのとある場所に、ここに方形型が格納できるだけのそのローカル変数の領域があるわけですよ。何バイトか分かんないですね。方形型、これ構造体だと思うんですけど、バリュータイプだと思うんですけど、バリュータイプの定義に従ってここが N バイト存在すると。でこれの、ポインターの値が、手前のロード、6AS ですね。これで、格納されていると。これがまあ仮にまあなんか0番1番2番3番と、まあ、あるとするならばまあ0みたいな感じで指定されていると、
ここを指しているアドレスが、まあ、スタックにプッシュされる。まあ、アンドにしちゃったでしょうか。で、イニットオブジェが呼ばれるわけですね。そうすると、イニットオブジェは最初、そのスタックの値をポップしたときに、ここのアドレスが得られるはずですね。その方は、焦げ、アンド型。これは、ドットネットの世界でいうところの型なんですが、まあ、仮にですけど、C シャープってことにしておくと、まあ、これが C に落ちると、焦げ、アスタ。という型になってるはずですね。シンボル名はこれ1番だとするならスタック1の焦げリンファレーンみたいな名前になるはずということですね。なのでイニットオブジェはここのメモリの領域全体をゼロクリアしたい、初期化したいわけです。それは C の世界で言うならばこいつがポインターなので、これがね、このシンボルがポインターなのでメムセットカッコゼロカンマサイズオブ、ちょっと長いですけど、スタックワン、ポゲ、リファレンス。こんな感じですかね。こんな感じでメムセットを実行してやると、そうするとここ全体がゼロクリアされる。まあサイズいくつかわからないけど、サイズはまあここでサイズオブで計算しているので、なので適切なサイズの部分がクリアされるはずですね。これは、VC の場合はですね、ここがリテラルになる場合、サイズオブがリテラルになる。つまり、なんか例えば、ハードコーディングされた数字ですね。4とか8とか16とか。特にですね、4とか8とかいう数字、固定の数字になった場合は、これ、メムセットっていうその、ライブラリを呼ぶんではなくてですね、完全にインライン展開されてですね、で確かムーブ命令で、0をここへ直接書いていくみたいな最適化がなされるはずなので、これ、呼び出しコストはものすごく小さくなる。まあ、それはこの構造体のサイズ次第ですけどね、この構造体のサイズがもっともっと大きい、何十バイトともしあった場合は、素直にメムセットという、その外部のライブラリを呼ぶようなコードが生成されたような気がします。で、まあ、これはVC プラプラの話であって、その、処理系によって違うかもしれないんですけど、まあ、そういうような最適化も、C コンパイラ側でやってくれる可能性はあるということですね。だからまあ、今のところは それに気にせず、どんな場合でもイニットオブジェされたらメムセットを呼び出すというようなコードを出力してやればいいかなと思います。はい、じゃあ、ここで何をするかなんですが、まずスタックから、値を1個取り出しますね。そのなんだっけ、トークンじゃないわ、アドレスですね、アドレスを取り出さなきゃいけない。スタックから値を取り出すときには、どれだったかな、ラプシじゃないですね、なんか例を見た方が早い、例を見た方が早いので、プッシュスタグロードじゃない ST ですね、 STあ、そうそうそう、こんな感じですね。ちょっとこの辺を一旦コピーします。どこ行ったかな、あ、これだ、こうですね、こんな感じで。
スタックから1個値を取り出します。こいつがアドレスを指してないといけないですね。マネージド参照になっていないといけないと。でそれはですね、ここで確認できるか。できますね。こういうことかな。あ、ちょっと字がちっちゃい。ターゲットタイプがそのスタックから得られた、型ですね。でこいつの is by ref で、バイレフじゃなかったら、これ、まずいですよね。マネージド参照じゃないものがスタックに積まれてるのに、この命令を実行しようとしたら、それは明らかに変なので、ここはなんか例外をスローする必要がありますね。ちょっと内容をどういうのを出力するか、またちょっと後で、置いときましょう。で、マネージド参照だっていうことがはっきりしたら、具体的に作りたい C のコードがどういうものかっていうのをちょっと考えておくと、name set、シンボルですね。シンボルネーム。これ自身がポインターを指しているので、このままでいいはずですね。で、0っていうのは、その、メムセットによって埋めるバイトの値ですね。何で埋めるか。で、これはまあ0ですね。正確には 0x とかですね。で、サイズが、サイズオブ、アスタシンボルネーム。形式としてはこんな感じですかね。サイズオブはまあ固定ですけど、その対象となるサイズを得るのに、シンボル名は、シンボルネームはこれあのポインターなので、ポインターのサイズってそのプラットフォームによって4倍とか8倍とかなので、そうではなくって、ポインターが指してる先の型のサイズが欲しいので、まあこういう書き方をします。と、まあ、これでいいはずですね。こういう行が出力されてくれれば、イニットオブジェを実行したっていうことになりそうです。では、ちょっとこれ、余分にコピーしましたね。これちょっと削除しておきます。じゃあ、これを実際に出力してみましょうか。どうするか。そのままリターンでいけるのかな。シンボル名自体は、そうですね、SI の中に入っているので、これで、new set、まず0か、まあ 0x00 を、サイズオブ、アスタ0。こんな感じですかね。それで、じゃあシンボル名は SI の、シンボル名、シンボルネームを指定して、で、これでソースコードの文字列が、できたということになります。こういうふうかな。合ってるかな。大丈夫ですかね。こんな感じですかね。シンボル名について、これが例えば、ニューメリックプリミティブの方だとか、ブールだとか、そういうの方に応じて何かをしなければならないかというと、別に何もする必要はないですね。ああ、なるほど。それからですね、これタイプトークンを取得しているんですけど、使ってない、いらないですね。これ本当にいらないかと言われると迷うところですね。この情報をちゃんと使わなきゃいけないと仮定すると、ここのサイズオブで指定したここですね。この型のところが、もうちょっとなんかこんな感じにして、で、タイプの名前をここに出力するような感じ。まあ、ちゃんと書くんであれば、utilities の、getCLanguageTypeName。こういうふうにしてやる。
で、そうすると、そのトークンに指定された名前がそのままここに当てはまるような感じですね。でも、どうなんでしょうね。つまり、この方って本当はこのスタックにプッシュされている、マネージドリファレンスのその参照先の方と一致するはずなんですよね、本来は。でもイニットオブジェで指定されたオペランドの方は一応尊重しておいた方がいいのかな。なんかスタックに積まれている値が何かははっきりわからない。要するに、フロー解析することによって今わかってるんですけど、わからないという前提に立った方がいいのかもしれないですね。なぜかというと IL 的にわざわざオペランドにその型を指定させているので、なのでその型を信じてその型で出荷するっていうコードにしといた方がいいのかもしれないです。ちょっと私には今の時点ではわからないんですけれども、そうではないっていうパターンがひょっとしたらあるのかもしれないですね、ここで型を指定させてるっていうのが。なので、一応その得られたタイプトークンをちゃんと使ってその型でもって初期化する、まあ具体的にはそこからサイズを得てゼロクリアしてるだけですけど、いうことをするというふうにしておきましょうか。その方がまあ安全といえば安全ですね。はい。じゃああと例外のとこですね。ここはこんな感じにしておきますか。違っているのはインバイトタイプかな。あとスタック。どうしましょうね。これトークンもそうだし、それからトークンはもう分かっているからトークンの型は出した方がいいかな。トークンタイプ。これはリゾルブが終わっているので、トークンの値だけ出されてもちょっと見てもすぐ分かんないので、タイプの、タイプフルネームを出します。それから、ここに、スタックタイプを出しておきますか。 SI のターゲットタイプのフルネームというふうにすると、スタックから得られた型についてわかるので、それで、比較できますかね。はい。まあ、こんな感じにしておきますか。いいかな。ちょっとここの部分ね、実際に走らせて動かしてみましょう。ここで、デバッグします。で、そのまま、続けますね。お、なんかいきなりエラー出ましたね。An item with the same key has already been added。 あら、そうですか。どういうこと？あ、わかりました。多分、ですね、今定義したこれですね、イニットオブジェコンバーターのオペコード、ノップコンバーターからコピーしたので、ここ直してないですね。重複してるって言われました。イニットオブジェありますね。はい、これに直します。そして、もう一度実行します。で、さらに実行。で、ここはもう関係ない。LD6AS ですね。次行きます。そう、来ましたね。イニットオブジェコンバーターに来ました。で、タイプトークンは、まあ、相変わらず、
私たちが見ても分かんない番号がついています。これのリゾルブが成功するかどうかですね。でやると取れましたかね。あ、取れてるようですね。アクセスバリュータイプフィールドテストタイプ取れてますね。はい、いい感じです。じゃあ次に、スタックに積まれている情報をポップします。そうすると SI にはシンボル名がスタック 0IL2C コンバータテストアクセスバリュータイプフィールドテストタイプのリファレンスと長いですけどついてますね。それから、ターゲットタイプはアクセスバリュータイプフィールドテストタイプアンパサンドということで参照になってますね。マネージド参照になっている。はい。で、ここで isByRef を見ると true になっているから、まあ、ここのエラーチェックは、問題なく通過する。そして、ここで、メムセットを作ります。はい。これで見ると、メムセットの、スタック 0IL2C コンバータテスト、アクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプ、リファレンスの、全部出てないですね。これですね。フィールドテストタイプリファレンス 0x00 サイズオブ IL2C、 ああ、ここ惜しい。ここドットになってますね。IL2C コンバータテストアクセスバリュータイプフィールドテストタイプ型。ここ間違ってますね。このドットはアンダースコアに直らないといけないですね。うん。まあそこを直せば良さそうですね。はい。ということはですね、なんとなくそろそろリプレースしてるところ、なんだ、C のそのシンボル名として問題ない、文字列にするために変換してるコードがちょっといくつかの場所に散乱しているので、これはまあ、いよいよユーティリティにその処理を移した方がいいかなっていう感じですね。場所的に多分このリプレース、まあ、前回も同じ検索しましたけど、これと同じところがあるところ全部だと思うんで、4箇所ぐらいあるのかな。そうですね、このあたり同じことやってるので、これと同じものを、UTT メソッドの方に作って、そいつを呼び出すようにしましょうか。ではユーティリティのまあこの手前ぐらいに入れますか。マングリングシンボルネームみたいな感じで、ローシンボルネーム、まあここは割と簡単ですね。リプレイスでまずドットノーテートされているものは全部アンダースコアに置き換えます。それから、アスタリスクになっているものは、リファレンスと置き換えると。まあ、他にも何か盛り込んだ方がいいのかもしれないですね。なんですが、まあ、とりあえず今のところはこれでいきましょう。他に必要になれば、まあ、ここへ足していく感じで。で、これで、UTT メソッドができたので、順次それを呼び出す方に変えましょうかね。じゃあ、あれにしますか。拡張メソッドにしておきますか。ここを、this。あ、なんか変なものになってしまった。これじゃ、ここですね。これを this というふうにしておきます。で、それぞれ、この辺ですね。この辺で、マングリングシンボルネームを呼び出す。みたいな感じですかね。はい。で、次、これ。メソッドネームに対して、マングリングシンボルネームを呼び出す。
これそうなのってこれどこだろうこれはインターナルコンバートね。メソッドネームはどっから来てるかというと、呼び出し元から来てる。そうするとそれはすぐ上のここで、ゲットフルネームメンバーネームで得た後、それをそれはそのまま渡ってきてるんですね。だからドットノーテートの長い名前になっているので、マングリングすればいいと。いいですね。で次はこれですね。このメソッド名もゲットフルメンバーネームで変換した結果なので、そのままマグリングシンボルネームすればいいと。それからもう一個ここですね。フィールドネームもそうですね。こんな感じでマグリングすればいいと。他になかったかな。なんか気になりますね。なんかまだあったような気がします。ひょっとしたらここがダブルコートじゃなくてシングルコートになっているかな。こんな感じかな。ありますね。ありますあります。そうそうそう。このリファレンス変換するところも、これがまさにそうですね。これはもう丸ごとマングリングシンボルネームで変えてやると。あとは何かあるのかな。これ。これはもう今作ったやつですね。なので、こんだけですかね。はい。じゃあ、これビルドします。そしてもう一回、テストコードを実行してみましょう。はい。と、タイプトークン取るとこ行きましたね。なので、実行していきます。はい、これで、これですね。いけないいけない。ここを直すの忘れてます。肝心なここが直っていない。これは、get C ランゲージタイプネーム。そうか。そうなんですね。get C ランゲージタイプネームをしたときって、内部的に、ここですけど、そうですね。get フルネーム、メンバーネームを呼び出して、で、長い名前が取得できてるんですよね。でも、これは、アンダースコアに直さないといけないですね。なので、ここも、ついでに、ここをマングリングするみたいにしてやらないと、おかしなことになりますね。ちょっと、ここを分解しておきますか。メンバーネームがこれになります。ちょっとよくないか。リターン、メンバーネームがマグリングシンボルネームになると。こういう感じですかね。大丈夫かな？本当に合ってるか？本当に合ってんのかな？ゲット C ランゲージタイプネーム、デリファレンスドタイプ、にアスタリスクをつけることになっているけど、本当にいいのかそれは。なんか違うような気がしているんだけど。違いますね。これ違うわ。ここじゃない。ここじゃないですよ。これは合っている。合ってるのかな。フルメンバーネームは、ゲットフルメンバーネームは、どれだろう。これですよね。全部分解してドットノーテートされた、名前で返します。ここで取得したいのは C ランゲージタイプネームなんですよね。だからマングリングが解除された状態で取れてほしいですよね。だけどポイントはポインターとして返ってほしいんですよね。つまり例えばイント 64t のポインターはイント 64t アスターとして返ってほしいんですけど、この
変換全体に、マングリングシンボルネームをかけてしまうと多分こうなるんですよね。こうなってしまう。でこれじゃまずいので、この時点ではこう返ってほしい。でもフルメンバーネームを返すときにはアンダースコアになっててほしい気がしますね。これどうすればいいかな。少なくともここには必ず必要な気がしますね、やっぱり。だけどここでは結果はアスタリスクで返さなければいけない気がします。そうすると今問題になっているイニットオブジェのここですね、ここのこの方、この方がもしポインターを含んでいると、ああいいか、いい気がしますね。シンボル名はダメなんですよ、含まれていてはダメなんですが、こっちはこの方がポインター型含まれていても問題はなくて、なぜかというとこのサイズオブ演算子は C の世界ではポインター型はちゃんとポインター型として認識するので、アスタリスクがついてても問題ないんですね。むしろアスタリスクがついてないとまずいですね。いやー、ややこしいですね。こっちのシンボル名はもし、シンボルインフォメーションがポインターであるとするならば、後ろにアンダースコアシンボルじゃない、リファレンスとか言ってついているので問題ないですね。これでいいのかな、ちょっとよくわかんないな。もう一回実行してみましょうか。ここで、デバッグします。で実行するとここ行きます。そして、ステップ実行します。これで変換できたので、どうなったかというのを見てみると、まずシンボル名はスタック0のほにゃ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 アンダースコアリファレンスとなってますね。これ大丈夫です。そしてサイズオブの方は IL2C アンダースコアコンバーターテストアンダースコアアクセスバリュータイプフィールドテストタイプとなってますね。大丈夫ですね。ここにポインターがもし来た場合でも、今の式、今の実装でいくとちゃんとアスタリスクが出力されるはずなので、そこはついつまが合う。get C ランゲージタイプネームで、バイレフが外側、型の外側についている場合、例えば int32t アスタとか、仮にですけど、バイレフが重なる場合がちょっとあるかどうかわかんないですけど、例えば int32t アスタアスタみたいになっている場合でも、外側にアスタリスクがついたまま、返ってくるはずなので、それがそのままサイズオブのここに出力されると。だから問題ない。大丈夫ですね。ややこしい。はい。というわけで、このまま進めると、そうすると、オペコードが足りないといういつものエラーが出るので、引き続きここを対応していくという感じですね。これでイニットオブジェについては、出力ができたはずと。最終的に動くかどうか別に確認しないといけないですけど、まずここまでで、一回、コミットしておきましょうかね。これですね。ステージして、IL コンバーターにイニットオブジェを足しました。あと、細かい修正をしました。という感じですね。サポーテッドイニットオブジェオブコード。で、コミットをプッシュします。
いいですね。じゃあ、イニットオブジェができたので、今度次見ると、ロード 6A、これはまあ、さっき、この前のロード 6A と全く一緒ですね。なので、このままでいけるはず。LDC-I4S があったかどうか、ちょっと微妙なので、念のため確認してみましょうか。LDC は、これですね。あったかどうか微妙と言っているのは、LDC-I4 っていうのは、ものすごくいっぱい使われるオプコードなんですよ。なので、まあ、要するにですね、短いバイトで表現できるシノニムが定義されてる。ぶっちゃけで言えば、なんかオペランドが32ビットの値を取る一つだけの命令があっても成立するんですけど、それだと、いつも5バイト使ってしまう。オプコードと、それからオペランド4バイトって、常になんか5バイト使ってしまうので、無駄なので、例えば0を、こうスタックにプッシュする場合っていうのは、この LDC-I4-0 という短い形式を使うことによって1バイトで済むようにしてるんですね。なのでこの LDC のバリエーションはいろいろあると。で、 LDC-I4-0 は私たちやりました。それから1もやりました。それから2もやりましたね。で、まあ5やりましたね。まあ都合上ちょっと3とか4とかも本当はあるんですけど、やってないので飛ばしてます。で、LDC-I4 っていうのがありますね。これ32ビットの値を取るやつですね。この LDC-I4 というオープコードが。で、インライン I4 コンバーターを使うことになっていて、そのオペランドとしてイントの値が取れてくるみたいな風になってるんですよね。で、あ、LDC-I4S ってありますね。LDC-I4S はショートインライン I1 なので、バイトの値を、S バイトですね。S バイトのオペランドを取ってくるんで、それで処理できると。あと LDC-I8 がありますということで、じゃあ、ここで見ている LDC-I4S については OK なはず。じゃあ残る ST フィールドですね。ST フィールドは、オペランドに、フィールドを表すメタデータが指定されていると。で、そこに対して格納するって感じですね。こいつを今どうなってたかな。 ST ロックはあるけど ST フィールドはないですね。で、あとロードフィールドは前実装していますね。で、しかもロードフィールドじゃなくてロード S フィールドですね。これはスタティックなフィールドに対応するやつなんですけど、なので、まあ今回これは1から作らなければいけないので、ST ロックあたりをコピーして作りますか。はい、ST フィールド、ちっちゃい ST フィールドコンパーターズですね。まずこういうファイルを足します。それからちょっと実装がいっぱいありすぎるので、1個だけ残して切り取ります。で、名前が重複しているので、こんな感じで直しておきますと。 ST フィールドコンバーターで、ST フィールドはこれですね。 MSDN のヘルプを見ると形式が7デート、メタデータですね。フィールドメタデータを指定することになってます。フィールドは例によって、おそらく4バイトなんですが、インラインフィール、なんだったっけな。インラインフィールドありますね。作ったやつがあるので、ロードの時使ったやつですね。これを、継承するようにすれば、そうすれば、フィールドとして指定された、そのメタデータトークンを受け取る、コンバータが作れると。で、まずオプコード直しておきましょう。ST フィールドありますね。それからアプライで、取れてくるオペランドがフィールドトークンとを受け取るようになるといいですね。で、あと、ここ別の UTT
クラスに逃がすかどうかなんですけど、 ST フィールドは、バリエーションそんなにないんですよ。なので、まあ、わざわざ逃がさなくてもいいかなっていう気がするので、ここに直接実装することにします。まあ、もし他にも実はあったってことだったら、まあ、その時に改めてリファクタリングすればいいかなと思いますので、ここに直接実装する。まあ、元ネタはね、ここからちょっとコピっといて、でいじる感じでいつも通りやりますか。こうですね。でこっちの UTT の方は一旦消しておきます。はい、これでだいたいすっきりしました。でフィールドトークンは、いつも通りですね、トークンを取りたいですね。で、トークンに取るのを失敗したら例外を発生するかもしれないんで、また同じようにこんな感じの式に、こんな感じの構造になりますと。アーギュメントエクセプションが発生するはず。そしてここはフィールドを、コンテキストのモジュールからリゾルブフィールドを呼び出してフィールドを特定するという、まあ一連の流れですね。こんな感じです。はい、ちょっとここは、後で埋めます。 do にしとくと。で、残りをどうするかですね。このあたり、こいつは中にちょっと移動しておきます。で、ST フィールドは、スタックの値2つ取るんですよね。よいしょ。我々はオブジェクト参照またはポインタがスタックにプッシュされます。スタックにプッシュします、我々が。で、もう1個、我々は、値がスタックにプッシュされます、値をスタックにプッシュします。はい。で、この ST フィールドが何をするかというと、値とオブジェクト参照またはポインターがスタックからポップされます。だから2つの値をポップする必要がありますね。で、それからオブジェクトのフィールドの値が提供された値に置き換えられますということなので、さあ、ここが問題ですね。そうか、こうでした。まずここですね。これ1個目のスタックをポップすると、スタックの順序が問題ですね。どうだったかな、もう一回確認。スタックの順序、今スタックのトップにあるのは値ですね。その、ストアしたい値ですね。フィールドにストアしたい値がスタックの先頭にあるので、ここでは SI バリューって名前にしておきましょうか。それからもう一個スタックから取得します。これがリファレンスですね。はい、これで2つ、ポップできましたと。そして一つは、まず、SI リファレンスの型ですね。ターゲットタイプが例によって、バイレフでなければならないので、これが、バイレフじゃなかったら明らかにおかしいので、ここをスローする必要がありますね。まあ、ちょっとドゥドゥにしておきます。で、それが取れたら、その値を、ここで取れた値を、リファレンスに入れるみたいな操作をすればいいと。で、アウトプットとしてスタックには何もプッシュされないはずですね。なので、あとはもうこの処理をやればいいと。具体的にどういうコードになるかですね。スタックゼロ、ポゲ、レフ、イコール、まあなんかバリュー。バリューかな。いや、違うか。違う？スタック0。OK。1かな。
リファレンス、あ、逆ですね。0、1。こういう感じかな。で、こっちはポインタ型なので、この代入を成立させるためには、こうですね。こういうコードが出ればいいのかな。いや、難しいですね。合ってるかな。スタック1の値が、ポップされて、それが SI バリューに相当します。これですね。実際の ILO をもう一回見てみましょうか。LDCION S123、 123という値をこの ST フィールドで指定された、オペランドまだ触ってないですね、そういえばオペランドで指定されたフィールドに格納するんですね。ちょっと間違ってまして、これはこういうことですかね。ああ、C にはアロー演算子があるので、こうですかね。これのフィールド、まあちょっと擬似的に書くならこういう感じですか。こういうことですね。で、スタック1のバリュー、こうですか。ああ、これはなんかあれですね、エラーチェックとかもちょっとやっといた方がいい感じはしますね。つまりこの代入が成立す、本当に成立するのかどうかとかいう問題があるので、それやらなきゃいけない。そして、これらの型によってはいつも通り、ここにちょっと式として細工を加える必要があるかもしれないですね。小さい値への変換だったかな。UTT に前、目の前にありますね。このライトエクスプレッションですね。これをやる必要がある。これをやって得られた型についた得られた式を、ここに埋めてやる必要があるかな。はい、そういうことですね。これ、ローカル変数に対して実現してた式なんですけど、具体的に埋めてみましょうか。SI、こっち側バリューですね。そして、ローカルタイプに相当するものは、SI リファレンスを、デリファレンスした結果かな。こうではなくて、こいつはポインタ型なので、そうではなくて、それだけではないですね。フィールド。難しい。フィールドの型ですね。こうだ。この型と、こっちの右辺ですね。これが代入互換性がないといけない。で、微妙に違うところを吸収するために、この getRightExpression を使うんですが、その時にその左辺の型を与えなきゃいけない。そして右辺の、シンボルインフォメーションを与えなきゃいけないので、ついつまとしてはこういうふうにする必要がありますね。そうすると、さらに前提として、このフィールドが、こいつから得られたポインターの参照として成立するかどうかもチェックしておいた方がいいですね。どういうことかというと、意外とめんどくさいですね。SI リファレンス、ターゲットタイプの、型がですね、どっちが大きいのかな。こっちが大きくなっても大丈夫ってことかな。発生しても大丈夫ってことかな。逆かな、ちょっとよくわかんないな。フィールドの、このフィールドが定義されている型があります。デクレアリングタイプ、こいつに is assignable from で、この、参照型の、つまりこれですね、これの、ターゲットタイプのデリファレンスされた型、すなわち、ターゲットタイプのゲットエレメントタイプ、
かな。いやー、これはややこしいな。ちょっと、ここに1個出しときますね。で、デリファレンスドタイプは、これ、デリファレンスタイプって言ってるのは、参照外しって呼ばれてる、用語で、参照なんで、今まで、今扱っているこの、リファレンスって参照なんで、その参照を外した結果ですね。つまり、なんとかなんとか、アンパサンドになっているのも、そのアンパサンドを外した型を取得するということですね。それがゲットエレメントタイプで確か取れるはずです。取れるはずなので、それで取り出すとこれが得られるので、こういうその型から、このフィールドで想定されている、フィールドが定義されているクラス、クラスまた構造体に、キャストできるかって話ですね。これな、ややこしいですね。本当ややこしい。そうですね。今はバリュータイプを扱ってるんで、継承とか、まあ実際のところは関係ないんですけど、まあ仮にですけど、クラスで今の演算をしようと。今の確認をする場合って、こういうことですね。クラス A っていうのがあり、ここに、パブリック、例えば、イントバリュー1みたいなフィールドがあったとします。これ、パブリックなんで、誰でもアクセスできるっていう話ですね。そして、クラス B は A を継承しているっていう場合、まあこいつクラス G、B 自体には何もメンバーがない、メンバー T がないとします。ややこしいのがですね、B のインスタンス。まあ、こんな感じでニュースして生成したとします。この B に対して、バリュー1イコール123とか書けますよね、こういう感じでね。書けます。で、この場合って、ここで得られてるその B っていう型は、クラス B なんですよね。なので、ST フィールド、この行を ST フィールドにすると、どうなのかな？ A で、あ、いいか。ST フィールド。ST フィールド。ここの、そのフィールドのメタデータって、多分、A のバリュー1。こういう指定の仕方をするような気がするんですよ。と、我々はまあこれ、フィールドトークンが得られるので、それとリゾルブすると、そうすると、この情報、ここを指しているフィールドインフォが得られます。こいつのデクレアリングタイプ。は何を指しているかというと、クラス A を指しているんですよね。なので、こいつから得られるそのデクラリングタイプを、ここで実際にスタックに積まれている、型と比較すると一致しないかもしれないんですよ。なぜかというと、スタックに積まれているのは、B のインスタンス、あるいは B への参照が、B が存在するインスタンスへの参照が積まれている可能性があるので、そうすると単純にイコールでは一致しない可能性があると代入互換性を見ないといけないですね。A と B は継承関係にあるので、仮に得られたフィールドの
フィールドインフォが A だとしても、こいつのデクラリングタイプが A だとしても、今存在手元に存在するインスタンスへの参照が B を指している。これ正確には、今参照型を使っているんで本当はこうならないんですけど、まああえて書くならこういうことなんですけど、こいつをデリファレンスした結果 B っていうのを A と比較しイコールで比較しちゃうと一致しないけど、そもそもこれは第二互換性あるから本当は通らなきゃいけないっていう話ですね。それを判定するには A is assignable from B みたいな感じで比較してやる、確認してやる必要がある。これは is assignable from って代入互換性があるから true になるんで、なので、このメソッドを使って、使えるかどうかっていうのを確認する必要がありますというちょっとややこしい話ですね。で、ここがそれに相当するんですが、難しいですね。フィールドインフォに対してデクラリングタイプした結果が、今目の前にそのスタックから得られた型をデリファレンスした型で代入互換性があるかどうかを見ます。代入互換性がもしなかったらこれは異常なコードなのでスローする必要があるということですね。この確認ね、やらなかったとしても C コンパイラーが多分検出すると思うんですよ。この後代入式を書きますよね。こういう式をC のコードとして出力するんで、そうすると多分これね C のソースコードとして代入できないのでエラーが出るみたいな感じになるとは思うんですよ。なんですが、まあ一応ここでその確認をしておくことでエラーメッセージがもうちょっとフレンドリーに出せるかもしれないので、まあここであえてちゃんと検証しておくという感じですね。まあひょっとしたら何か変なコードを出してしまうかもしれないんで、一応こういう確認をしておきましょうというのがややこしいですけど、そういう話ですね。で、この確認ができれば、そうすればこの式ですね、このアロ演算子でメンバーを特定しているこの式については、問題ないということが担保できる。で、あとは、get write expression で、これの、式に対し、式の結果に対して、こっち側ですね、右辺から代入するというのがうまくいくっていうのが、うまくいく、コードが出力できるようになる。これ代入ができなかったらヌルが返ってくるので、まあここでやっぱりインバリッドプログラムシーケンスエクセプションをスローすると、まあここまでクリアできれば、長いですけど、ちょっとこれを下に持っていきましょうか。こうなるとこうなって、あとは出力するだけですね。ここでまず、得られたスタックから得られたシンボル名を出しますね。からアロー演算子でフィールドの名前を出力する。そしてそれをイコールで結合して、右辺を出力すると、こういう流れですかね。で、右辺はライトエクスプレッションですと。で、このシンボルは、SI リファレンスかな、 SI リファレンスのシンボルネームを出せば、こういう名前が得られますね。得られます。じゃあ、あとはフィールドですね。フィールドは、ここの得られた、このリゾルブフィールドから得られたこのフィールド名、これをそのままネームで出力してやると。ああ、できたかな？こんな感じですかね。ややこしいですね。はい。で、この辺ちょっと整理しましょうか。インバリッドストアオペレーション。まあ、この辺は変わらないですね。スタックタイプと、ローカルタイプはないので、どうすればいいかな。スタックが得られてるんで、フィールドタイプを指定しとけばいいかな。出しとけばいいかな。
スタックの方は、SI バリューですね。バリューのターゲットタイプのフルネーム。フィールドは、フィールド情報のフィールドタイプのフルネームと。こういう感じですね。はい。で、あと、上側も例外を出しておきましょうか。これは何だろうな。インバリッドリファーマネージドリファレンスとかにしとこうか。なんか分かったような分かんないようなエラーですけど、まあ出力する情報はフィールド、フィールドのデクレアリングタイプが何かってことかな。フィールド、フィールドネームを出して、フィールドネームはかん、フィールドネームだけでいいかな。2の3とかやっといて、で、ここをフィールド、逆か。フルネームのフィールドネームと。こういうふうに出せば、どこのフィールドにアクセスしようとしているところかっていうのがわかりますね。で、あと必要としているのは、デリファレンスタイプだけど、出したいのはこの SI リファレンスのターゲットタイプかな。こういう感じですかね。はい。で、一番上の、バイレフは、さっきやりましたね。なんだったっけな。ロードロックか。ロードロックかな。ロードロック AS ですね。ここで、インデックスオーバーフローではなくて、違ったかな。どこでやったんだっけ。ロードロック、イニットオブジェかな。イニットオブジェ。そうですね。ここですね。これだ。まあ、これと同じ感じでいいでしょう。ここ。インバリッドタイプアットスタック、トークンのタイプ、トークンのタイプか。トークンのタイプではない。スタックのタイプ。これ消せばいいかな。これで、SI リファレンスの、ターゲットタイプのフルネームという感じですね。インバリッドタイプアットスタック。はい。で、残るは、こうですね。アーギュメントエクセプションが出た場合どうするかなんですが、これは、この辺からそのまま出せばいいかな。どうだったっけ？フィールドに、ロードフィールドとか見ればわかるかな。ロードフィールド、これエラーチェックやってないですね。わかんな。昆布じゃコールエラー、こいつはやってますね。こいつがどうなったかというと、インバリッドフィールドトークンって名前にしといて、トークンの値を出力すると。はい、これさっきのところにちょっと追加しておきましょうかね。ロードフィールド、ここでトライで失敗した場合例外がスローされます。そして、中に実装したコード一式を、トライの内側に置いておくと。こういう感じですね。はい。で、ビルド。さあ、結構、結構ややこしかったですね。ST フィールドのところ、ここへブレークをかけて、ちゃんと動くかどうか見ていきますか。
これじゃない、これですね。はい、実行してみます。来ました、実行します。これはイニットオブジェですね。まあここは終わっているので次へ。あ、来ましたね。ST フィールドコンバーターで、まずフィールドトークンの値、わかんないんですけど、これを使ってリゾルブします。そうすると、あ、なんかイント3にバリュー1とか出てますね。で、デクレアリングタイプを見ると、アクセスバリュータイプ、フィールドタイプネーム、あ、フィールドテストタイプってなってるんで、まあ、間違いないですね。で、スタックを2つポップします。と、最初にポップしたのは、スタック1、int32t ですね。int32 の、値をスタックからポップしています。それから SI リファレンスの方は、スタック0の IL2C コンバータテスト、アクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプ、リファレンスと。ちゃんと取れてますね。マネージド参照になっています。で、ここでマネージド参照かどうかを確認し、ここは、通過する OK ですね。で、そしたら、そのマネージド参照をデリファレンスした型を取得します。その方はアクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプが取れてるんで間違いないですね。で、この代入ですね。フィールドの方、フィールドが定義されている方はアクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプですと。で、デリファレンスした方がアクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプなんで、まあ、これは一緒ですね。今、我々はバリュータイプを扱ってるんで継承関係がないので、まあ、こいつは成立するはずという感じですね。いいですね。で、通過しました。で、そうすると、今度はフィールドの型 int32 と、それから SI バリューに来ている値、これも今 int32 ですね。 int32 来ているので、まあ単純な代入式になると思うんですが、代入式を表す文字列を取得します。これですね。これの、あの右辺の、右辺の式ですね。右辺の式の結果が、アンスコスタック1、アンスコイント32t を参照するようになっていると。はい。ちゃんと取れているので、ここも通過する。そうすると最後に、文字列の組み立てですね。これで組み立てた結果を見ると、これかな。はい。こういう式になりました。スタック0 IL2C コンバータテスト、アクセスバリュータイプ、フィールドテストタイプ、リファレンスのアロー演算子でバリュー1というフィールドに、スタック1の int32t の値を代入すると。あ、やっとできましたね。はい。で、それを、返しますと。まあこのまま実行します。お、なんかまだ出ますね。これはなんだ、エバレーションスタックアンダーフロー。マジですか。何か入れ忘れたのかな。あれですね、評価スタックを使い切ったところでポップしようとしてるんですね。ポップスタック、どこでポップしようとしてるかな。ここですね。これは、あ、リターンコンバーター。あ、リターンコンバーターで失敗してますね。ここですね。まあ、失敗したのはここなんですが、わかりました。ボイドですよ。我々は、ずっとこの30、今回1回ですけど、31回に至るまでに、必ず値をリターンするメソッドばっかりやってきたんですよね。で、ここに来て、このメソッドってボイドなので値を返さないんですよ。なので、リターンしたときに、スタックに値が積まれてない。ST フィールドって何も値積まないので、プッシュしないので、なのでそこでリターンをしようとしたときに、スタックが空なので、今の例外で刺さったと。あ、正しく動いてるじゃないですか。動いているので、じゃあ、ついでに、ボイドの対応考えますか。
まあ、リターンコンバーターで見ればいいっていう話なんですけど、このポップスタックの内容見ればいいんですけど、ポップしようとしたときにスタックに何もないと問答無用で例外が発生してしまうので、最後このリターンで戻ろうというときに、もともとこの解析中のその IL が IL のそのメソッドが値を返すのかどうかですねっていうのを確認すれば、ここの処理を回避できるというわけで、その情報ってレコードコンテキストにあったような気がするんですよね。なかったかな、リターンタイプって入れたような気がする。if コンテキストの、リターンタイプ入れてますよ。これがもう本当にダイレクトにボイドだった、このパターンしかないですね。これ以外のあらゆる値というのは、型というのは必ず値を返すことになっているので、なのでここはもうハードコーディングでこういうふうにタイプオブボイドで、判定してやればいいと。でこの場合ソースコードとしては、リターンだけ出力すればいいかな。現状のコードはその値を返すためのその式の生成とかやってるんですけど、そういうのをなしで問答無用でリターンというコードを出力してやればいいですね。でこれないと困るんですよ。なぜかというと、この後、フロー解析でさらに別のフローを出力し続けるかもしれないんで、もしこのリターンを省略してしまうとですね、ここでもう終わらなきゃいけないのに終わらずに、その下にどん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 実行を移してしまう可能性があるので、必ずここでリターンを挟む、ボイドで値を返さないとしてもリターン文をここに挟んでやる必要があります。まあこれで対応としてはいけたという感じですね。実行してみましょうか。ここでデバッグ、はい、で実行します。ここも ST フィールドですね。これももう終わったので、実行します。お、帰ってきましたね。帰ってきましたよ。でここまで来ると、さあどうですかね。はい、こんなコードになりました。ああ、惜しい。惜しいですね。これはまっすぐ直せますね。それから、この構造体の型ですね。構造体の型でローカル変数を1個宣言します。それから、ポインタ型ですね。ポインタ型をスタックゼロの、こんな名前で、宣言します。それから int32t の値をこんな感じでスタック1の1として、宣言しますと。なんかあれですね、見慣れないんでなんかちょっと大丈夫かみたいな感じだったんですが、まあちょっとこれでその後、おー、なんかいいです、いい感じですね。これポインターの、値としてこのローカル変数0のアドレスを代入する。いいですね。そしてメムセットで、このポインターに対して、この、バリュータイプの型で初期化をする。0クリアする。いいですね。で、その後もう一回、ポインターの値を入れ、まあこれはしょうがないですね。今 IL がそういうふうに出ているので、ポインターの値を入れ直し、そして、スタック1に、123という値を入れて、そして、このポインターが指す構造体の中のバリュー1というメンバーフィールドにこのスタック1の値を入れると。そしてリターンですね。何も値を返さない、システムボイドなんで何も値を返さないのでリターンを出すと。あー、なんかボディとしてはいいですね。問題はこの型の宣言がないことですね。それはまだやってないので、一番最初に検討したときに話したように、2段階ありますと。1つは、この IL をちゃんと正しく変換できるということと、もう1つは、この構造体を宣言してやる必要があると。
という2つの課題があるという話をしましたね。その、もう1個の方の構造体の線が出てないんで、これはまだこのままではコンパイル通らない。まあとりあえずいいとしましょう。まあここだけ直しましょうかね。システムボイド、これは簡単ですね。もう今までの流れでそのサポートしてない方が現れるたびに出してましたね、あそこで。ユーティリティのこれですね、get C ランゲージタイプネームですね。ここに、追加してやればいいですね。これが、ボイドだったら、システムボイドって書かないといけないかな。ダメですかね。なんか、C シャープだと許されないみたいです。厳密に書きたかったんですけど、まあじゃあこうしておきましょう。これは、C でいうとこのボイドに相当するので、これでいいですね。はい。あと、ちなみにボイドへのポインターとかもあり得るんですが、ボイドへのポインターはこいつが、再起探索、再起呼び出ししているので、ちゃんとボイドのポインターとかも作ろうと思えば作れますね。まあバイレフの場合はありえないかな。ボイドの値を参照する方っていうのはボイドアンドに相当しますけど、多分これはね、CLR 的にないような気がします。まあ、呼び出されたとしても、作られたとしても、まあ、これでうまくいくはずです。まあ、もう一つのね、アンマネージポインターの時にあり得るかもしれないですね、ボイドアスターっていうのは。まあまあ、大丈夫でしょう。それはそれをやるときに確認すればいいです。はい。ということで、確認できたので、もう一度ちょっとテストを実行してみますね。これはここでいいかな。間違えたな。これです。こうですね。はい。で、実行。はい。エラーは出なかった。そして、出力されたコードは、ちゃんとボイドになってますね。うん。で、まあ、この辺ちょっと読みにくくて冗長な感じはしますけど、コードとしては問題ないですね。最後、リターンで変えると。ああ、できましたね。これ、せっかくなんで、埋めるのはあれかな。まあいいな。ここのテストコードとして埋めるのはまた次回にしましょうかね。というのも、まだ構造体の宣言を出していないので、それは次回やることにします。今回はまあ一応これで、作業としては終わりで、コミットしておきましょうかね。サポートST フィールド、オープンコード。で、コミットします。で、これをプッシュしておいて、はい。で、ラベルをつけましょうかね。31回。31。はい、いいですね。じゃあ、これで残るは、構造体の定義を出力する。簡単ですよ。構造体の定義は、まあ、方針はいろいろあるけど、対象とするそのアセンブリのモジュール全部、舐めて、構造体の定義を見つけては出力するみたいな感じにすれば、とりあえず対応としては OK になるかなと思います。いいかな。今、テストコードを、この IL2C Core Test というプロジェクトの中に書いてますね。コンバーターテストで。で、アセンブリを全部無条件にそうなめすると、ここの中に定義されている全ての構造体を出力することになります。まあ、テストコードなんで、多分実害はないですね。変なものも多分含まれないかな。
ソースコードであるのはこのと今まさに見てるコンバーターテストに定義されているものか、このアセンブリインフォ CS というソースコードしかなくて、ここの中には構造体は含まれていないので、なんか変なコードが出るっていうことはなさそうですね。あの変なコードというかですね、あの IL2C はどんなコードが来ようがちゃんと変換できなきゃいけないんですけど、まあ、あのテストしてるときにあのそれでエラーになったりするとめんどくさいのでまあちょっと気になったんですけど、まあそれはなさそうですね。大丈夫です。なので方針としては、そのアセンブリの中身を全部舐めて、で、構造体を全部出力すると。まあ、ひょっとして、なんかそのあたり問題があるようだったら、あの問題があるなって分かったときに、また、あの、直す方向でいきましょうかね。はい。なんとなくですね、あの、バリュータイプのサポート見えてきましたね。残るは、このフィールドが終われば、あとはメソッドの対応ですけど、メソッドの方もね、多分あれなんですよ、マネージ参照が引数で渡るみたいな、あのそういう世界っていうかですね、そういうふうに内部的には処理する必要がある。で、それは単純にその関数のなんか先頭にそのマネージ参照が渡る、あのディスですね、ディスへの参照みたいな形で渡るみたいに実装してやればいいはずなので、それはあのまた例によってあのサンプルというかテストコードですね、テストコードにそのメンバーメソッドの定義を実際にしてみて、どういうコードが出力されるのかを確認してみて、それであの対応すればいいかなと。まあ基本的な戦略はあのスタティックなメソッドと大体変わらないと思うんですよ。その引数を1個追加しなきゃいけないっていうこと自体以外については変わらないと思っているんで、あのそこをクリアできればそんなに難しい問題は潜んでないんじゃないかなっていう気がしてます。なんとなくね、バリュータイプいけそうな感じがしてきましたね。で、バリュータイプができたら多分いよいよその後は参照型をどうしようみたいな、あのものすごくあの大きな山がそこにあるって感じですね。まあ楽しみというか難しそうだなというか考えなきゃいけないことは多そうです。というわけで、31回、これで終了したいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。